はい、どうも。今回は実験というか、前に、ケンメリのね、GTR のレーシングコンセプトを作った時に作った色。いろいろ混ぜちゃいましたけれども、まあ、基本は、なんだっけ、ピーコッククリアグリーンとメタリックグリーンで混ぜたやつですね。その後になんかちょこちょこ混ぜましたけども、で、そのケンメリの時に、これ、ダークグリーンマイカに使えないかなって話をしましたよね。はい、今また100地を作っております。黒系の下地の色の上にこれ吹いたらそれっぽくなるんじゃないかなっていう話をしたと思うんですけど、黒サフの上だとあんまり輝かないかなっていうふうに思ったんで、で、まあ、これもコメントの方でいただきましたけども、あのグラファイトブラック、これね、32の GTR のね、ガングレーメタリックにちょうどいいですよっていう話コメントいただきましたけど、これだと下地、まあ、例えば吹いたとしても、これあんまり定着弱いんですよね。なので、前に、これ、下地吹いて、で、マスキングして、まあ、陶器出しまで全部やって、ウィンドウモール塗装しよう、つって塗装して、で、さあ、マスキング剥がしますって言ったら、ペリペリペリって剥がれたことがあって、で、それ以来、これはもう、マスキングする箇所に一切使わないっていうふうに決めて、まあ、全然使ってないんですけど、で、黒金色かメタルブラックかっていうふうに思ったんですけど、黒金色はね、ちょっとね、ムラになりやすい。まあ、基本的にメタリック自分綺麗に吹けないんですけど、これ。もう汚くなっちゃったけど、バルケッタのカーボンブラック。これね、今ね、あんまり使ってないんで、結構量あるんですよ。で、これを下地に吹いてみたらどうなるかなというふうに思ったので、ちょっとやってみたいと思います。これを下地に吹いて、その上に、さっきのね、クレオスの色を吹いてみる。みたいな感じでやってみたいと思います。というわけで、まずはね、これからね、カーボンブラックを吹いていきます。はい、とりあえず吹いてみました。この色でも十分かっこいいんですけどね。で、これで乾かしてから、一回、まあ乾かしてから、この上にね、さっきの色を塗ってみたいと思います。では、行ってみましょう。お？あー、どうだろう。悪くはないけど、青が効いてますなぁ。そんなに悪くはないんだよな。確かに近いけど、結局、まあ途中で、ある程度メタリックとかも混ぜたじゃないですか。その辺もあるし、もともとピーコッククリアグリーンが、ちょっと青みがかってるから、ダメかあのね、青ってカメラに映りにくい色なんで分かりづらいと思うんですけど、今こうやって見るとね、光に当てた状態で見るとそんなに違和感ないんですけど、ちょっとね、光の当て方変えると全体的に青っぽい感じになっちゃいましたね。まあムラは起きにくいです。ムラは起こしにくいんだけど、そっか。まあ実験会なんでね。ってことは、クリアグリーンにメタリックグリーンを混ぜて、黒系の下地、黒系のメタリック系の下地をベースにしていけば、いけるのかな？光当たったところはいい感じだけど、光が当たらないと、ちょっとこれじゃないなって感じになっちゃいましたね。やってみたんですけど、研ぎ出ししてっていう風にやって、で、フロントグリルね、まあ100チェ TRD のグリルのところね、まあ今これセミグロスブラック塗っちゃってるんで分かりづらいですけど、まず一つ目、カーボンブラック定着してませんでした。ってことは、下地に使う色はカーボンブラックも使っちゃダメってことですね。このグリルのね、セミグロスブラックで塗る部分を、
マスキングしようと思って、こう切って、で、マスキングテープ貼って、で、この黒くする部分ね、剥がしたら、ペリペリペリって剥がれてきちゃいました。本当はその部分をお見せすればよかったんですけど、あーってなっちゃって、マスキングテープぐちゃぐちゃにしちゃったので、それはお見せできないです。あと、これ。現段階、わかるかな？これ。ウレタンクリアが初めてめくれました。で、今、ここ、ドアのここの部分だけなんですけど、ツヤの具合違うでしょ？ここもマスキングテープで持ってかれました。初めて、こんな風になったの。なので、仕方がないので、剥がせる、ここを切って、マスキングして、で、ここの部分だけクリアを拭き直しました。これね、こうなっちゃうとね、もう塗装落とした方が早いですよ。今回、まあ実はね、まあ過去にね、ウレタンクリアでマスキングした時に剥がれましたけど、みたいなコメントいただきましたけど、自分は初めての経験です。こういう風になったの。ウレタンクリアって、ラッパー系塗料とね、素材がそもそも全然違うので、こうやって塗り重ねても定着しないんですよね、ウレタンクリアが。なんですけど、今回こうなったの初めてです。はぁ、まあ、そんな感じです。